どうも、Tinder に命を狙われてる男、森山です。はい。ということで今日は、前回一人で上げた動画が結構好評だったので、もう一回やっちゃおうということで、一人で喋ります。で、基本的に俺らが一人で喋るときって、陽キャのスキルとか、まあ、人生もっと上げていこうぜっていうような方法を喋るんだけど、今回はね、もっと幸せになろうぜっていうような動画になります。突然なんですけど、一番幸せなやつってどんなやつだかわかりますか？僕が思うに、一番幸せなやつって、自己肯定感めっちゃ高いやつ。自分のことめっちゃ好きなやつだと思うよね。自分はもうこれでいいって自信持って言えるやつね。そういうやつってめっちゃ幸せだなって思うんだけど、皆さんご存知の通り、比類なきナルシストであるこの僕が自分のことを好きになる方法っていうのをちょっとお話ししていこうと思います。ただまあ自分のこと好きなやつってさ、結構いるんだよね。自分のことはまあ好きな要素はあるけど、まあこの程度のレベルの自分を好きっていることを人に知られたくないっていう人がほとんどだと思うの。ただもっと出してってもいいんじゃないっていう、うちはうち、よそはよそっていうようなね、他人関係なく人生楽しみてえなっていう人は、ぜひこの動画を見て少しでも参考にしてくれると幸いです。で、自分のことを好きになろうっていうようなお話なんだけど、自分のことを好きになるためにやっちゃいけないことっていくつかあって、まあ、今回2つだけ紹介します。で、まず1つ目、これ超難しいんだけど、人と比べないっていうことね。で、これちょっと極論になってはしまうのね。元来人ってその人と比べることでしか自分のこと評価できないし、かたやまあ俺らってさ、すっごい学歴とか会社とか年収とかの競争社会で育ってるから、だからまあ競争することが当たり前みたいになっちゃってるんだけど、やっぱり比べてると幸せになれないなっていうのをすごい今までの人生で感じてきたから、そういったことをちょっと話します。で、まず人と比べてしまうっていうようなことは、人との関係を全て競争であると捉えてしまっているケースが多いわけで、そういう人って、まあ、大体人の幸せをまあ素直に喜べなかったりとか、勝つことだけが目的になってしまって、自分のその本当に成し遂げたいことが何なのかよく分かんなくなっちゃうとか、そういったような弊害があると思うよね。で、例えば女の子の会話で、〇〇ちゃん結婚したけど旦那さん不細工だし年収低いしみたいなこと言う人とか、あいつ優秀だったけどなんか〇〇っていう会社行って落ちぶれだよなとか、あとはまあ俺らのアンチコメでよくあるのは、会社辞めて人生終わったなみたいなやつで、こういうのって大体まあ妬みっていうような分類にカテゴライズされるんだけど、結局人生を競争としか捉えてなくて、その人を見て自分はどうだっけ、その人を見て自分はどうだっけっていうのを比べながら生きてるわけね。だからすっごいちっちゃいなと思うじゃん。で、大体批判的なコメントっていうのは、自分がそうあってほしい、そうで ないとやってられないから言ってしまうんだよね。だ、例えばその〇〇ちゃんは結婚したけどっていうやつは、自分も結婚したい、先を越されてしまったみたいな、ちょっと下になってしまったから言い訳として旦那不細工だし年収も低いしみたいなマウントを取りたがる。で、俺らのアンチコメとかだったら、まあ今会社辞めたくないけど会社辞めて楽しそうな俺らがいて、会社辞めたいけど辞めれない、そうなれない自分への言い訳としてまあアンチコメントを残すみたいな、そういった手法も結構あったりする。結構人と比べる人ってすごい心がまあ貧相というか貧しくなってしまってるなっていうような印象を持たれやすいということです。はい、じゃあ二つ目ね、やっちゃいけないこと二つ目なんだと思います？二つ目は、人から承認を得ることでしか自己肯定感を上げれないっていうような状態ね。これもすげえありがち。確かに認められると嬉しいし、人から認められるとその外部視点で自分が成長したのかなっていうような錯覚に陥りやすいんだけど、自分の人生生きてるのってその人じゃないじゃん。自分の人生生きてるのは自分だから、やっぱり自分の観点で物事を測らなきゃいけないんだよね。結局例えば上司に成長したなって褒められた時に、それが本当に認められたってことなのかっていうのを考えてほしいの。上司観点で見ると、企業にとって有益な存在になったなっていうような話かもしれないし、俺の教育の賜物だっていうドヤ顔かもしれないし、まあこいつ扱いづらいから嫌われたくないし、まあとりあえず褒めとくかっていうような市場かもしれないし、いろんな承認があるわけね。自分にとって都合がいいっていうような承認だったりするわけ。だから褒められるのも一概にはそれでいいんだってなっちゃいけないんだよね、本当は。その人に認められる人生っていうのは、行き着く先はその人の人生、レールの上だし、自分のデザインした人生って後にも先にも自分しかいないから、そこはもう相手のバイアスがかからないような、ちょっと受け流すくらいの感じでいた方がいいんじゃないかっていうようなお話でした。この間もね、ウィル・スミスもね、来日した時言ってたね、YouTuber に。人に求められるものを、まああげるなと。自分がやりたいことやれと。全くもってその通りって思いましたね。はい、今 NG を2つ挙げたんですけど、それでもやっぱり人と比べないこととか、承認を得ないことで肯定感上げるのめっちゃ難しいなって思うの。承認を得ることで成功してきた成功体験もあるしね。みんな大体人と比べてるし、認められようと頑張ってるし、っていうのもあるから、安心ではあるんだけど、やっぱり次のステップの幸せっていうのを掴むためには、まあ、そのままじゃいかんぞということで、徐々にそういったまあ視点を調整していく必要があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあ、実際俺もそうだった。
ったのね。まあ、ちっちゃい頃から中高受験して私立行って、大学も私立行って、恵比寿住んで、一部上場企業入って、みたいな競争社会ガチガチに育ってきたから、そういうところはすごいあったんだけど、ある程度その成功したなって思った時に、あれ？俺何のために生きてんだろうみたいな。幸せって何だろうなっていうような状態に必ず陥るから、今は全然わかんなくても、少しだけでも意見として聞いてくれればなっていうふうに思ってます。なので、人と比べない承認を得ずに、自己肯定感を高める方法っていうのを二つほどお話します。一つ目なんだけど、人の好きなところをいっぱい見つける。で、これなんで重要かっていうと、人と比べると、どうしてもその自己防衛で、批判的に人のことを見がちなんだよね。で、批判的に人のことを見ると、やっぱり競争になってしまうから、人のことを見るときは、大体いいところをいっぱい見つけるっていうような意識をしてます、僕は。こいつのここが好きだなとか、ここ俺の人生に取り入れたらもっとハッピーになれんな、みたいなところしか見てない、逆に。で、そうすることで、反面教師じゃなくて、プラスアルファとして自分の人生をアレンジしていく、幸せな道を見つけていくっていうようなことができるから、これすごいおすすめです。で、実際僕らもうすごい酔っ払ってめっちゃ褒め合う会があったりするよね。めっちゃ恥ずかしいんだけど。なんかひたすら2、3時間ぐらいお前ってこういうとこが良くてさ、みたいな話をする時がある。例えば、ケースだったら、お前めっちゃ社会性あんだ。ズバ抜けてるよ、みたいな話とか、富士に言うんだったら、お前マジでズーズーしいな。お前のズーズーしさマジで憧れるわ、みたいな話をよくしたりする。なので、人とどうしても比べてしまうんだったら、人のいいとこだけ見つけてください。で、それで良かったところを自分の人生に取り入れるっていうような方法を取るだけで、人生ガラッと変わるから、やってみてください。で、もう一つね。もう一つはちょっと、諸説あるんだけど、批判的な人とか、認めてくれる承認的な人の心情を理解するっていうようなことがすごい大事かなというふうに思います。これ何かっていうと、例えば批判的な人はすごいわかりやすくて、さっきも言った、いや、まるまるちゃん結婚したけど、旦那さんブサイクで年収低くて、みたいな話とかも、なんでそういう批判が来るかっていうと、そいつが嫉妬してるからなんだよね。批判的な人の心情ってなんだろうって考えたことあります？なんで批判的なことを言うんだろうっていうところまで考えるとすごいわかりやすいんだけど、自分にとって不都合なことだから、自分にとって都合が悪いことだから言うんだよね。で、何が不都合かっていうと、例えばその結婚の例だとしたら、その結婚で先を越されたっていう自分を許せないから、そういうことを言ってしまう。だから結局そういう人たちは自分を肯定してほしいからとか、幸せを妬んでいるから言っているわけで、気にする必要は全くないわけ。で、逆に承認的な人ね、これ少し難しいんだけど、例えば上司とか先輩に褒められるときね、お前めっちゃ成長したじゃん。とか、ほらお前俺の言った通りになったろみたいな。あと、まあセンスいいなとか、全部なんで褒めてるか、なんで認めてるかっていうと、自分にとって都合が良くなったからなんだよね。例えば、お前めっちゃ成長したじゃんって言ってくる上司は、まあ、会社にとって有益な人材になったとか、ほら俺の言った通りになったろうみたいなことを言ってくる上司とかも、自分のやり方をその肯定してほしかった、自分の人生を肯定してほしかったから言ってくる。センスいいなっていうのも、まあ良し悪しが分かる自分を押し出したいだけなんだよね、向こうが。だから基本的に批判されたりとか承認された時に、なんでこの人はそうしてんだろうって考えると、あ、その人のためにやってるんだなって思うわけ。これもちろん例外もあって、例えばお父さんとかお母さんとかがしてくれたありがたいアドバイスとかは受け入れた方がいい時もあるんだけど、基本的には批判とか承認とかって全部自分のために行っているんだなっていうような理解だけしてもらえれば大丈夫かなと思います。はい、すいません。ちょっとまとめる前にシャワーを浴びてきてしまったんですけど、とりあえず、まあ一旦まとめると、人と比べないっていうことと、承認を得て自己肯定感を上げようとしないっていうこと、それをしないようなコツとして、人の好きなところを探すっていうところだったりとか、批判的、承認的な人の心情を察するっていうようなお話をしたんだけど、やっぱりでもむずいよね。だから、ちょっとずつやってったらいいと思う。はい。ああだこうだ言いましたけど、結局伝えたかったのは、人のバイアスを気にせずに自分らしく生きようぜっていうことなのね。なんでちょっと極論じみたことを言ったんだけど、やっぱり俺も未だに人と比べてしまう時もあるし、人から認めてもらったら嬉しいし、批判されたらイラつく時もあるし、ただそうなりそうな時にちょっと思い出す、あ、比べちゃいけなかったなとか、そもそも歩んでる道違ったわみたいなところを思い出すようにしてる。なんでちょっと人間関係に悩んでて、もうどうしようってなってる人は、ちょっとでも参考になるかなっていうことで今日お話ししました。これ決して人の意見を完全に無視しろって言ってるわけではなくて、で、決して孤独になれって言ってるわけでもないっていうことだけ踏まえて取り入れていただけたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今回の内容は以上ですね。で、なんで毎回お前ばっか喋るんで、富士消す出せよっていう人もいると思うんで、ちょっと僕の方からパワーして一人で喋らせますんで、乞うご期待ということでお待ちいただければなというふうに思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、アニス。